いい生活をしたいから起業するのは動機が不純だと分かってるんですが、でもやっぱりいい生活をしたいから起業したいと思ってしまいます。やばいですかね。全然一概にダメだとも思わないし、みんないい生活したいやんかし、お金も大事だと思うし、だけどやっぱりそれ以上に大事なものがあると思うし、ここぞっていう時にお金の力だけではやっぱり乗り越えられへんこともたくさんあるやんか。人の力を借りないといけないこととかもたくさん出会うだろうし、でもなんかお金とかいい生活がしたいっていうことだけが動機になっちゃうと、起業してから結局類は友を呼ぶだから、そういう人しか周りに集まらなくなってくると思う。普通に人間関係めっちゃしんどくなると思うやんか。私利私欲矢印が自分にしか向いてない人ばっかりになっちゃうやんか。そうなのなんで出会う人が自分がどう思ってるかで変わっちゃうので、大変な思いするのは自分やでって思う。ありがとうございます。起業したいのですが、いいアイデアが浮かびません。どうしたら起業のアイデアって浮かぶようになりますか？アイデアが浮かばないっていうのが今の答えだと思うねんか。要するに経験値が足りない。例えばさ、こう10の経験しかしてないのに100の経験を想像したいって言っても絶対無理じゃん。10しかストックないんだから。じゃあさ、経験値を積むためにどうしたらいいのかって、もし今働かれてるのであれば、仕事とかさ、ビジネスってこう問題解決なのね。だからその自分の会社が世の中に対してどんな問題をどんな価値提供によって解決をしてるのかっていうことをまず知ること、顧客心理を理解することで、自分の、携わってる業界にはあとどんな解決してない問題があるかっていうことを考える、そういうことを考えて仕事をしているうちに行動が変わってくるから、で行動によってまた新しいこう答えをもらっていく。それが経験の積み重ねになって、こうより良い発想を生んでいくんで、まずはそこからやっていったらいいんじゃないかなと思います。企業や独立を成功させないと、正直家族をまともに守れる年収にならないなと最近感じてます。生きていくことはできるかもしれませんが、ギリギリの最低限の生活しか送れないです。人なら何から始めますか？その会社がさ、インセンティブとかで自分でどれだけ頑張っても給料上げることができないっていう会社なのであれば、もう副業するしかないんちゃうかなと思う。プラスアルファのお金を稼ぐってことやんか。例えばさ、家族がいて50万40万稼げてたとしますと、じゃあプラス10万稼ぎますってなってさ、起業してすぐに60万スタッと稼げたらいいけど、起業ってマイナスになる可能性もあるってことをさ、みんなほんま考えてないなと思うへん？確かに。って考えると、何もないのに起業って意外にリスクが高い選択になるから、副業で例えば家でできる仕事とかもたくさんあるよ。それこそ動画編集とかそうやんか、はい、そういうスキルを身につけて、そこから月にプラス10万稼げるようにまずなるっていう風にした方がいいと思います。うん。仲のいい友達と2人で起業して、でも意見が割れちゃって、このままだったら絶対会社続かないと思ってるらしいんですけど、社長だったらどうしますか？解散です。あ、マジですか？これはね、ごめん、これはごめんだけど、もう解散だよ。うん、ちょっと正直解散以外の答えがないっていうのも、どうにかどうにかすり合わせてバランス見てって言ってやるけど、結局もう詰まるから、もう詰まってるわけだし、でその仕事っていうことだけにフォーカスしてやっぱり話ができなくなっちゃうんだよね。なんかこう人間関係があるわけじゃん、仕事の前に。となるといろんなこう感情が絡まってしまって、実際その生産性がある仕事の話をするよりも、その個人的な溜まってしまったフラストレーションの話をする時間の方が長くなってしまうの、そういう関係の2人って。結局もう一緒にやり続けることができなくなっちゃうから、早いうちに解散する方が怪我が少ないと思う。サロン経営を始めようとしてるんですけど、うん、まず宣伝など自分の店を知ってもらうために初め何をしましたか？それは自分のキーマンとなる人をまず5人作ってください。まず10万円から広告かけてみようかなとか、そんなね、最初からお金に宣伝を頼む手法は私はやめた方がいいと思う。だってそれで来てもらっても、自分に自分の思いを伝える力がなかったら結局クロージングできないじゃん。だけどキーマンになる自分の夢を応援してくれる夢応援者を増やす、それを5人行った時にはもうクロージング力結構ついてるから。でさ、その人たちが1人紹介してくれたらそれ10人になるじゃん。でまた紹介してくれたら20人になるじゃん。だからとにかく起業当初は自分がコツコツ努力することだよ。お金に困らない自由な生活を目指して1人起業し、会社経営2年目です。1年目の売上は3000万、社員はおらず外注を使っています。お金に余裕があるかなと思ったら贅沢してないのに意外と支出が多く、税金を払ったらあまり残らず、経営者って想像より不自由だと実感しました。社長生活ってこんなもんですか？いや、ほんまに社長生活ってそんなもんやし、それに1年目で気づけてよかったねと思う。売上3000万上げられたのはすごいけど、出ていくお金がめちゃくちゃ多いじゃん。だってランニングコストかかるしさ、交際費もかかるしさ、広告宣伝費もかかるしさ、外注費だってかかるしさ、税金も納めないといけないしさ、最後にさ残るのが自分の手元に残るお給料だったりするわけじゃん。サラリーマンの時は 100% 自分のお金だったかもしれないけど、やっぱりそれが全ての責任を果たして最終的に残るのが自分のお金だから、もっと欲しいと思うのであれば、桁を変える売上を上げるか、3000万くらいの利益を出さないと難しいと思う。3000万の利益ですか？そうね。でもそのために世の中に何が役に立つのかっていうのを必死に考えて、で出た利益でまた再投資をしてっていう風に会社を大きくしていく。だからそれまでは我慢ですよ。
経営してて一番辛かったことってどんなことですか？人が辞めるとき、突発的ないろんな災害とか被害とかさ、いろいろなことある。このコロナだってそうだけど、だけどそれは突発的なことであって、人が辞めるっていうことはさ、経営し続ける限りやっぱり続くことではあるじゃん。だからそれはやっぱり逃れられないことだから、やっぱり寂しいし悲しいし辛いとは思うよね。だけどだからこそ、その順風満帆っていう言葉はなくて、危機察知を、危機感を持ちながら常に経営していくことが一番危機回避につながるなとは思う。人を大事にしようと思うしね。やっぱりすごい寂しいよ、仲間がいなくなることは。何を差し置いても寂しい。簡単に辞めないでほしいよね。でもカズさん、この前なんか1日辞めた仕事あるって言ってませんでした？辞めるんだったらそれぐらいのスピードで辞めてもらった方が傷が浅い。